くりしたのが、シンポジウムでは建築、音楽、防災などの専門家によるパネルディスカッションが行われ、市民と行政が一体となって施設の魅力を伝えていくことが重要との意見が出ました。施設を作るときに必ずまず最初にやってはダメなことから決めていくんですよ。そうではなくて、こんなことができますよっていうことからぜひ決めていってほしいなというふうに。仙台市が地下鉄東西線国際センター駅北側に整備する複合施設は、延べ床面積およそ3万2000平方メートルで、2000席規模の音楽ホールや東日本大震災の教訓を伝える震災メモリアル拠点が入ります。整備事業費は350億円で、2031年度の開館を見込んでいます。これを機に本当にホールを起爆剤として、また学徒の名を上げてほしいなと思います。仙台市は複合施設について今月下旬から市民の意見を募るパブリックコメントを実施する予定です。